はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。東京の観光名所にガンダムベースというところがあるんですが、そのお土産コーナーでこちらのガウを買ってきました。ベストメカコレクションナンバー35、1200分の1スケールガウ攻撃空母です。1982年4月発売で、定価が324円ですね。ガンダムベースで買いましたので、割引もありませんが、まあ、意味のわからない高値もついていません。Amazon だとね、1000円以上しますし、いろいろ模型屋さんを回りましたが、在庫確保されてるお店っていうのはね、まずない、もしくはね、少ないんじゃないでしょうか。1982年発売なので、36年前ですか。さすがにガンプラブームのことは私も知らなくて、いくらねガンプラに人気があったとはいえ、ガウにそこまで人気が、あったとは思えないんですけど、発売当時の人気っていうのはどうだったんですかね。はい、それでは早速組み立てようと思います。完全に旧キットなので接着剤での組み立てとなります。接着にはね流し込みタイプを使います。乾燥も早いですし、接着箇所を限定すれば、まあ、比較的簡単にばらせますから、仮組み的な感じで簡易的に組み立てることができます。まあ、マスキングテープでね留めるのがベターだとは思いますが、動画的にちょっと不細工なので、接着をねさせてもらいます。ガウの認知度とか人気とかがねどんなもんなんでしょうかね。最初のガンダムで登場して複数話に登場してるんですが、シャアにはめられたガルマがホワイトベースにガウで、特攻して死んでしまうというシーンがね最も、ガウの登場シーンとしても印象的なんじゃないでしょうか。まあ、ガウとガルマはセットみたいな記憶がねあります。最初のガンダム以外でも 08MS 小隊とかオリジンにも登場しているみたいです。ゲームはどうなんですかね。ちょっとその辺がわからないんですが、ゲームだったりあと漫画に登場してると認知度もそれなりに高くなるとは思います。はい、ではですねガウの解説をちょっとね要約して読み上げてみようと思います。ジオン公国が開発した大気圏内用大型輸送機、爆撃機であるガルダ級登場まではガンダムシリーズ最大の航空機であった。陸上での長距離移動能力に乏しいモビルスーツを運用するために開発され、モビルスーツを同タイプに3機、ドップ戦闘機を両翼にそれぞれ4機搭載可能である。あたかも空飛ぶ空母のごとき異様と機動兵器搭載運用能力を持つことから攻撃空母と呼ばれる。方向転換に使用できるのは垂直尾翼のみという構造上の問題のせいで、重鈍で機動力は非常に低かったとされる。前方にモビルスーツの発射口を設けたため、モビルスーツ降下時には速度を落とさねばならず、その際の速度が時速100キロ程度と非常に低速だったため、ジャブロー強襲作戦では連邦軍の良い標的となったという。はい、という、まあ、若干ね間抜けな部分も含まれた設定でした。はい、ということで素組みの方が完了しました。素晴らしい出来ですね。手のひらサイズで小さいとはいえ、まあ、これが324円ですからね、まあ、今の時代ではちょっとね考えにくい価格設定にも思えます。 Amazon でついてる1000円以上の価格っていうのはねさすがにやりすぎだと思いますが、まあ、500円から600円ぐらいでも全然ありと思える、両キットだと思います。すごく小さいモビルスーツも付属していまして、ザクが ×2、ズゴックも ×2、そしてねドップ ×2 になっています。
劇中にジャブローで、ガウからズゴックが降下するシーンがありますが、おそらくそのイメージでズゴックとかが付属してるんでしょうね。ただ箱絵はホワイトベースが隠れていたり、シャーザクが映ってるんで、ガルマチルのシーンだと思います。はい、航空機ということでうっすらとパネルラインが入っています。場所によって太いところとすごくね細いところがあって、まあ、細いところは毛がき針で一回毛がいただけみたいなうっすらとしたラインで、ちょっとね動画でも視認できるかわからないレベルですね。はい、ということで東京土産のガウの組み立てとレビューでした。間違っていたらすいませんなんですが、まあ、前回の再販を調べたら2016年の6月でした。まあ、大体のねサイクルを把握してないのでわ、まあ、からないんですけど、どうなんでしょうね。シリーズによると1年とか2年のサイクルで再販がかかるものもあるようですし、まあね、できれば定価より高い値段では、買いたくないですし、またね、再販がかかればいいなとは思いますけどもね。はい、ということで以上となります。どうもありがとうございました。それでは失礼します。